Hey guys! My name is Raiki Jones! ということで、今日もね、やっていくんですけど、ちょっとね、今日は、今日からですね、ヘルシンキからお送りするんですけれども、ちょっとね、ヘルシンキユーザーの、方のためにも、ちょっと英語バージョン用意しましたよというところでね、今日もやっていきたいと思います。はい、なんですけれども、いろいろね、ちょっとこっちの話はね、試合中にしたいと思います。ということで、今日やっていくデッキはこちら。はい、神器ですね。今このデッキが、なんか新環境になった後に、なんだ。なんか鳴ってたってびっくりしたマジで。はい、ということでね、なんかちょっと日本じゃ聞いたことないような音が鳴ってたんですけれども、ちょっと気を取り直してね、デッキ紹介していきたいと思います。はい、ということで今日やっていくのはこちら。はい、神器デッキなんですけどね、この神器デッキがね、環境変わった後今一番ね勝率が高いデッキですよということでね、キョスケとミラーがいなくなって、バランス調整が入るまで残り約3週間ぐらいなのかな、なんですけどね、今のところ一番これが強いよっていう感じですね。さあ、ってことでいきましょう。いやー、このデッキね、結構使ってて、そう。で、なんか、強いですね。ミラーだったとかいうのになったんで、すごい、ペッカ工場とかにも使用感近くなって、今までの神器デッキとかね、近いかなっていう感じがする。結構ね、ミラーがあるとやっぱ、何をミラーした方がいいとか、いろいろあったんだけど、これになってシンプルになりましたね、動きが。うん。ってことでね、やっていくんですけど。いやー、ヘルシンキ来ちゃいましたね。でも今のところなんか、来たっていう、そう、結構室内にしかいないんで、そう、今日の朝4時ぐらいかな、にこっちに着いて、で、今16時、12時間ぐらいいるんですけど、ほぼホテルで、なんか、ちょっとだけご飯食べて、そう、寝てみたいな感じなんで、あんまり変わってないなーっていう日本と感じなんですよね、今のところは。この後ね、6時か、から、こう、飯食いパーティーがあって、そこでね、KK とか、麦と、KK とか麦だったら結局、日本と変わんないけど、でも会うの楽しみですね、普通に。そう。って感じで、他のね、海外の選手とか、あとは、ちょいちょい、観戦できてるようなね、選手も多分、俺らみたいな立場の、そう、人もいると思うんでね、ちょっと楽しみですね。相手のいい防衛。でもね、ゆかりがある選手っていうと、なかなか、ライトにやっぱ会ってみたいな、どんな感じなのか。でもなんかちょっと来るのが遅れてるみたいなので、そこはね、しょうがないといったところで。だから当分はね、麦ケケパンドラとお茶濁しながらやっていくんじゃないかなと思ってる。ケンツがなんか2日ぐらい遅れるらしいんですよね。そうなんで。いや、マジで。絡んでるやついつもと変わんねえじゃんってなるんだけど、本当に。さあ、ここは30試合相手がね、ちょっと、これアイゴレ使ってくれるのマジで嬉しいな。これしてきてくれたら、ここは、そうですね、ちょっと20死ぐらいを許容して、よいしょ。さあ。こんな感じで、めっちゃユニット残るように叩いてあげると、で、アイゴリ切ったんで、これね、受けマジきついんですよ。マジきち 100% になってると思うんで、ここで、ブッチブチになってるところを逆サイ工場。で、これね、工場守りに行くと、逆にね、そう、多分キング側が折れるんで、てかやばい、キング折れそう、普通に。アーツ!こんな感じです。はい。許容が大事ですね。相手が許容してきたときはね、自分も許容してあげると、イリババ防衛は特にですね、ユーノとかゴースターぶっちゃけね、残っても残んなくてもあんま変わんないとこはあるんだけど、イリババは今みたいにダメージ食らってでも残すと、もうギチギチパーティーが始まるんで、おすすめですね、今みたいな防衛は。そうって感じでね。いやー、でもね、海外の選手、なんか2019年、のクラロワリーグ、結構知らない人いると思うんですけど、プロ2年目ですね。の時に、WCG っていう、中国で、なんか、軽めの世界大会みたいなのあったんですよ。そう、その時に、こう、海外のね、日本で結構有名な選手で言うと、サジゴブとか、サージカルゴブリンとか、モルテン、今年世界大会に出場するモルテンとか、そこら辺かなと、あったとかもあって、そこら辺のメンツがめっちゃ、多分海外のメンツだとあったのは本当そこら辺ぐらいかな。そうなんで、楽しみだし、
って感じですね、うん、でもなんかねやっぱり新しい選手も増えて、俺のこの動画をね見てくれてる人もここ2年ぐらいでさあよろしく見たっていう人もね多いと思うんでね、そうだから、まあ、そこら辺のクラロワリーグ事情はあんまり知らない人も多いのかも。さあ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 、これはね多分マイティ逆に移ってくるんじゃないかなと思うので、あちゃくいで、はい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 、よいしょ、マスケでねここは寄せてくる。あーこれは熱っ、熱すぎ。いやマイティこれでも大砲でやられるよな。エリババヒースピ行ってもいいかなと思ったんですよね今、スケ切って、まあでもスケは回るんだけど、エリババからの送りヒースピ、まあ行っても、まあ、微妙かな今のは。そうですね、まあバレルに対してはねこのエリババで、おおおい、なんかちょっと早く出しすぎて変な感じになった。なるほど素晴らしい。さあこれはちょっとだるいぞ、 OK、 まあこれはマジアチャ貫いてもね逆サイドされてからのバレルとかで結構渋い感じになっちゃうんで、ここら辺でマジアチャかな。これは爆発入れられてもいいですね正直。この後のカウンターちょっと楽しみにこの余生を過ごしたいと思います。じゃここはヒースピまで行って、まあ、スケに対してねさあいい感じに飛ばしてあげて、えいよ、これはマイティでほじくりたいはずだからマジアチャまで行きます。で移動したら若干ババたちが刺さるっていう感じかな。あーやばい、それはやばい、やべえこれ、しかもロケット来そうだな。飛べ、いやー飛べってー、それー、オッケーオッケー、これは一旦マイティが来ると思うんですよね。あーなるほど、いやヒースピからタゲか、優秀だなマジで。あーすごい、それはさあ2周目プリンが来るかと思いきや来ない。いやめっちゃいいぞ、やばいやばいやばい。さあ工場、さあしっかりマジアチャで、いやいい、これさゴーストでしばきに行くかザップでしばきに行くかめっちゃ迷うな、ゴーストだな。でもこれあー入んないか。さあここは言うので一旦タゲを取って、 OK ギリギリセーフ、いやギリ、いやでかいぞこれ。まあここは耐えしかないので、いやこれいけそうだな、いやこれ、いやこれロケット間に合うな、いや枯渇唯一きついんですよこれ。そうウッドだとね、なんだけど、このデッキはバランス的にはザップの方がいいんですよね。いや、めっちゃ枯渇に勝ったことないな。どうやったら勝てるんだろうね。今結構でもいい感じの立ち回りだった気はする。最後のね、ちょっと難しかったね。工場逆サイだったかもしんないですね、今の。さあ、ということで、どんどん行きましょう。マイティ高めがね、強いな。あちゃくいをもうちょっと活かしたりするのも良かったかもしれない。でもまあ、大体、今回はね、なんかユニットがちょっといい感じに動いてくれたから全部。なんかね、マジアチャが逆サイ貫いたりとか、結構いろいろあって、まあ、運良くてこれって感じかな。はいはいはい。まあ、このね、LSP してくる人は大体、まあ、ディガーとかじゃなくて、まあ、ロイジャイカソークロスなんでね。足前 LSP 背負ってきたらキング起動しないが正解な気がする。まあ、2年後ぐらいには逆に、それが主流になって、ちょっとフェイントかましてくる。やからも多いかもしれないけど、まあ、ここはちょっと暇なんでいきます。3発ね、美味しい、 OK、 まあウッド裂いてくれたら美味しいですね。さあ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 、まあ、って感じで、まあでもねケンツが2日後に来るんですけど、なんだかんだあれなんですよ、
よいしょ、こう回復してあげて、そうなんだかんだね、なんか大会のリハーサルとかが2日前とかにあったりして、そうで他になんか結構イベントとかもまああるっちゃあるんですけど、マジででもなんか一瞬で世界大会来て次の日にもう帰るんですよ日本に。だからなんかもう気づいたら日本にいそうっていうのは思う。ここはちょっと一回許容していいな。これねクロスまで受けてると橋前の延命がね結構だるいことになっちゃうんで、じゃあここは工場まで行きます。で相手が来たんで、これ回復してくれ、これ回復してくれたら勝てる。オッケー、これは勝ったろ、これは勝ったよ。オッケー、これザップって、いや勝ってね、え全然勝ってないや、何言ってんだ。うわー、これザップ今の打たないで左ユーノだったっすね。スケしかそのサンコスでアーチャーとねナイトがあったら受けれるんですけど、1コスはねあのスケでしか受けれないんで、今のは多分ザップ打たずに逆サイド U の単体多分3コースなかったと思うんで正解かな、それが。さあここは OK、 エリババ行ってで多分ナイトからのスケ延命まで来ると思うんで、さあなるほど、まあ、これはユットがちょっと怖いな。 OK、 エリババ優秀、いや優秀お前マジで毛生えてる絶対あいつ、もじゃもじゃだ。これはクロス来てもいいように、さあ LSP とかも吸収できる高めの位置、よいしょ。ここは多分ね、これアーチャー来そうな気すんだけど来ないか。いや、ウッド切って多分ファイボじゃないんですよね、これロケットっぽいんで。ファイボだったわってかおい脳みそ死んでるって、マジ時差ボケが本当に、マジあの飛行機許さんマジで。さあさあさあ、これとりあえず工場行ってあげて同じようにね攻めます。はいはい、いやこれテスラ来る気するんで、アチャ食いでブチしばきかまして、うわーファイボで行かれる、読み負けした。しかもこれまだウッドあるんで一発も多分受けたくない。オッケー、これいいっすね、一発入るって。これまあ基本両サイドにねこうやって展開していくのがいいですね。そう片方サイドにまとめるとねウッドで結局行かれちゃって終わるだけなんで、いやーマジアチャが効いてね、うまく、いやーマジかー、いややばい、これちょっとやばい、防衛クロスされるとね流れ終わるんすよ。だからあー攻めクロスは嬉しいな、ちょっと結構嬉しめではある。ファイボまで来んのかな、飛べ飛べ飛べ早く、あーオッケーオッケーオッケー、よしよしよし、いや攻めクロスはね嬉しいマジで、天国行きですねこれマジで。あーこれマジで今の、お頼むからウッド先打つなよ、いやーもうそれやばい、いやそうだよね、そうなるはず、そうなるはずなんですよ。いやいてーそれ、しかも相手テスラ使ってないから、いやアーチャー来るよねこれ、ここで延命して絶対絶対延命する、まあまあまあでもだいぶいい感じになってますね。よいしょよいしょ、はい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 、はい、これザップ回します、ザップ2発打っていけば多分いけるはず、これ5ウッドが来るんですけど、この2周目のザップでギリタイブレーク勝ちできると予想。オッケー、熱っ、よしよし、このこれは熱いぞ、クロスに勝ったの、よし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 、いいねいいねいいね、やべやばい、16時40分、おいちょっと待って、俺あと30分ぐらいで家出なきゃいけねえ。よし、ってことでね、ちょっと夜飯に初日からね、遅刻するっていう滞在人にはなりたくないんでね、今日はこの辺で終わろうと思います。はい、ちょっとね、いつもより短い動画になったかな、多分参戦なんでね、本当はもう一戦やりたかったんだけど、ちょっとね、編集してアップしてサムネ作って、間に合わなそうなんで、もう一戦やっちゃうとね、なんで、あと30分で。
これを仕上げてから、まあ、日本時間で言うと11時過ぎぐらいか上がるの、まあ、って感じですね。うん、まあ、ヘルシンキ時間だとまあ17時付近かなって感じですね。ってことで今日はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画で会いましょう。バイバイ。